本日6月29日に行われたオリックス対楽天の11回戦は6対1でオリックスが勝ちました。田嶋投手の粘りのピッチング、欲しいところで長打が飛び出し効率的に得点できた今日の試合を振り返る前にお伝えするべき点が1点。26日に国内 FA 権を取得した伏見トライ選手が本日取材対応し心境を語りました。伏見選手は国内 FA 権を取得したことについて、一軍でチームのために何かしらの力になれたということなので FA 権を取れたことは素直に嬉しい。プロ野球選手である以上 FA 権の取得は一つの目標ではありましたが、ゴールだとは思っていません。これから先もチームのためにプレーし、個人としてもより良い成績を残していきたいと語りました。肝心の FA 権行使に関しては現在は何も考えていないようです。現状オリックスの捕手事情は伏見、若月どちらかを使っている状況で、どちらも正捕手をつかみきれていない状態です。伏見選手ほどの質の高い捕手は貴重な存在なので、球団にはぜひとも遺留に努めてほしいなと思います。それでは今日の試合を振り返っていきます。今日のオリックスの先発ピッチャーは田嶋でした。今日の田嶋投手はとにかく苦しいマウンドだったと思います。初回から集中打を浴びるなどランナーを多く出していましたし、2回にはホームクロスプレー、際どいタイミングのプレーがセーフ判定、4回には不可解なボーク判定を受けるなど、田嶋投手にとってジャッジも厳しい1日でした。ただ田嶋投手、各イニングともに根負けせずに投げ切ることができました。どれだけヒットを浴びても、どれだけフォアボールを出しても、どれだけスコアリングポジションにランナーが進んでも、最後はランナーをホームに返さなければいい、3つ目のアウトを取り切る、まさしく粘りの投球でした。結果被安打9、四死球2と非常に多くのランナーを背負う結果になりましたが、7回を107球1失点エースクラスの投球、シーズン終わって好成績が残っている投手のお手本のような投球でした。田嶋の後を受けた近藤、本田も楽天打線を無失点に抑え、投手陣は9回1失点最高に近い投球をしてくれました。投手陣今日もナイスピッチングでした。次は攻撃陣、今日のスタメンを見ていきます。1番福田、2番宗、3番中川、4番吉田、5番杉本、6番 T 岡田、7番足立、8番若月、9番紅林。打順としては不調の杉本を5番に落とし、空いた4番に吉田、3番に中川を入れた形になりました。このスタメンを見た時に不安に思ったのはやはり長打力。この1、2、3番、どれだけ長短打絡めてチャンスメイクから得点ゲットまで計算できるのかなと感じました。今日は戦前の不安をよそに3番の中川が大当たり、要所で長打を放つなど勝利に直結する活躍を見せました。正直このオーダーはハマりました。ただ明後日の日本ハム戦以降この形を続けていくのか、そうなるとこの上位打線は非力感があります。そのあたりを首脳陣がどう思っているのか気になるところです。個人的にはもっといいオーダーはあると思います。ただ今日は上位打線が頻繁につながり6得点、見事な攻撃、こういう野球ができれば十分優勝を目指せると思います。試合を振り返ってみると大きかったのはやはり4回の吉田選手のツーランホームラン。今日のオリックスは初回から3回まではどこかつながらない、その上今日も長打力不足に苦しむ羽目になるのかなと感じる攻撃をしていたんですが、4回の先頭中川がヒットで塁に出ると、吉田が試合をひっくり返すツーランホームラン、アウトコースの変化球を完璧に捉えライトスタンド中段まで運びました。今日の試合、守備では田嶋がジャッジに嫌われるわ、攻撃ではなかなかランナーは出ないわで苦しい展開が続いており、先発していた田嶋はこのままだといつかパンクするなと感じていたんですが、吉田のこの1本のホームランが試合の流れを一変させました。結果それまで崩れる気配すら見せなかった楽天の岸は5回に3失点、オリックスは岸を KO することに成功しました。先発の田嶋、オリックスのブルペン陣を考えるとこの5回までの5得点はかなり効きました。その口火を切ったのはやはり4番の一振りホームランでした。吉田選手素晴らしいバッティング、お見事でした。オリックスは今日の試合に勝利し、なんとか楽天との2連戦を五分で終わらせることができました。今日勝って借金は2、次回は今季7勝3敗、大の得意としている日本ハム戦なので、山岡、山本、山崎幸也、この3人で1つでも多く、できれば3つ取りたいところですよね。借金を完済できればチームは乗ってくると思うので、次戦の日本ハム戦でチームがどう戦うのか注目したいと思います。ご視聴ありがとうございました。